はい、ドラゴンクエスト8、3DS リメイク版実況プレイの第33回をやっていきます。前回は森メモを3つの森メモで3つのモンスターのをなんていうか仲間にその割って森に提出したら、モンスターバトルロードっていう、まあ、闘技場イベントみたいなのへの案内をされて、G クラスをクリアしたところで終わりました。まあ、それはちょっとストーリー本編とは離れたところだったので今回は、前々回2回前の動画で話していた、魔法の鏡ドルマデス の結界を解くために魔法の鏡を、まあ、使えるようにするためになんか学者さんのお師匠さんのところに向かいましょうってところでした。ということでサザンビークのところから始めていきます。まあ、徒歩での移動だるいから、どれやつ、道具、袋、どれやつ、ちょっとマジか、使う。うん、バウムレの鈴使いましょう。ブラシ向かってくるのこいつ満タンにしとく。間違えた。あーもうボタン押し間違えた。世界を一周するくらいの距離を走ってたらまだまだ真のマラソンマンへの道は遠いぞ。夜になりそうですね。ここで分岐点か。そのモンスターなのかな。なんかベニマークついてるし。モンスターバトルロード使えるアイキングユーポン。走过去お前に高そうやな、こいつ。キングユーボンを倒した。いや、ユーボンでした、すいません。ユーボン丸じゃなくて点々。まあ、いいや。スカウトしまう。ヒットポイント499。なんかユーボンってなんかいか小学生がしてたような名前だな。調べさせてくれ。あーもっとし知らにくいな。何もかけ
で湖畔をぐるっと一周してる感じになってるから、白いカエルがいた。なんかどこに向かってるのかよくわからんけど、なんか道が続いてるからとりあえず視点切り替えがうまくできんから、お、なん、どうなってんのよ、なんかちょっと見づらい。下の砂漠みたいな感じでそうだ。もはやどこに向かってもよくわからん。別に何もない。巨大なモンスターの死骸みたいな。逃げ足で恋しいなって。なこいつもスカートできそうだからスカートしとこう。フレイン、なんかデブっちゅうねこいつ。硬っ、やばい、こいつ強そう。もう一回返すダメージ。防御力が高いな。体力はそんなに高くなかった。スカウト。炎の化身フレインこと、フレインってなんだ。ホテルつけるようになったのか。で別にこの特に調べられるとか特に何もないか。特別変わった様子はないのか。カラバクが一個あるだけ。調べにくい。ドラゴンの方が、このエリアはそれしか同じかな。調べられる場所、さっきの家みたいな場所行きましょう。特に他は何もなさそうだ。来た道戻ったの、家みたいな場所入ってみましょう。エアパンスの音が本当速くて楽だ。砂塵の槍。
の止まる、止まりたいですね。まどろみのちゃん、買いたいだよ、金かね、なんか俺には。素直に金貯めるかとか、今装備強いっすね。装備変えたからな。この教会とさっきの落ちてるアイテムぐらいしか、あとスカウトぐらいしかやることないのかな。道具、細かい、バームの道具、バームの。あれ今一瞬できたんで。モンスターが見えなかった今。こんなん戦いたくねえわ。あのサザンビ国領って広いな。シャザンビークジョンの西って言われた気がするんだけど、どこに出るかな。あといつ倒す。スカウトできそうなモンスターだ。マジカルキノコ。結構柔らかいな。それちょっと高くて素早さが速いです。マジカルキノコやついた。モンスターディーンか。マジカルキノコことトリフ、トリフが仲間になった。やったぜ。どこが目的地か分かってきてるぞ。なんか見えるさ、しないで。ここ飛び降りれるの。ようやく地図上でどの時期が分かってきた。分かってきたけど、地図。若干道に迷ってる。正規ルートに一旦まず戻らないと。あれ、どっから戻ればいいんだ。戻れないし。あかん、道に迷い出したぞ。まず上に登らなきゃいけないのかな。みんな高低差があるせいで。下の位置行かないな。どっから来たんだっけ。もう一回登った方がいいか。
裏側だ。あ、裏側。あれ、どうやってあっち行くんだ。行き方が分からない。ここからは登れないし、これ以上上に行く手段がない。これ以上上は行けない。どうするんだ。だんだん完全に迷子になってる。汚れられないのめんどくさすぎる。山があるせいでそこは通り抜けできないから、上から来なかったんだな。これ多分上ってか下から、まあ、地図で言うと上から。バーブルの地図から下側から回り込む必要があると思うから、こっちから、ん、なんかある、なんだこれ。で、手を振りますね。ちまちま買い物したら止まらなくなる。多分この道で合ってるはず。視点がどうするんだ。道なりに行けば多分たどり着けるんだろう。新魅力を回収している意味があるんだろうか。ここがお師匠さんの家かな。ここの家主は今いないっぽいな。
ャプテンクローってモンスターズジョーカーで出してるね。ジョーカー2、これ、フェスショナル動画、このちょっと前に上げていただいて、上げてましたけど。シャイニーチュチュ。マジカルスカート。小さなメダル。スキルのため。ここの家主をまた今度探さなきゃいけないか、だるいな。だから家を選ぶのか。ここからさらに一緒に住むところの不思議な泉のそば。天の弱スライムね、家選ぶとちゃんと教えてくれると。バウムで呼びましょう。泉にたどり着くのか。ストーリーイベントだな、これは。おじいさんですな。おお、こんな場所に人が来るとは珍しい。いやいや、これはこれはなんと美しい。わしも城で多くの姫君を目にしてきたが、あなたほど美しい姫君は見たことがない。ミテア姫のことっぽいですね。周りの方々はこの美しい姫君を守り旅をしておられるわけですな。なんだってエジーさん、お前さんにはこの馬姫様がちゃんと姫様に見えるんでガスか。たとえ馬になっても隠しようのない気品が姫から溢れとる証拠じゃぞ。やっしゃやっしゃ。ってなぜじゃ、なぜなんじゃ、ご老人、なぜこの馬が姫であることを見抜いたんじゃ。ん、馬だと、それはまことか。姫君、少々失礼をば。このたてがみは、この毛並み、確かにお主らの言う通り馬だな。この通りわしの目は何も映さん。わしは心の目、すなわち心眼を通して周りを見ているのだ。目は見えなくて心眼を通して見たら姫君が、馬姫が姫に見えた。わしの心眼が映すこの方のお姿は姫と呼ぶのにふさわしい方なのに、旅のお方、一体何があったのだ。差し支えなければお聞かせ願いたい。これドロマディスの話をするわけかな。カクカクシカジカみたいな。おいたわしや、呪いのせいでこのような姿に変えられてしまったのか。おお、そうだ、もしかしたらこれでなら元の姿に戻れるかもしれん。一つ試してみてはいかがかな。それは本当か、ご老人。して、その方法とは。
げっ、おっさん、いつの間に。いつの間にも何も、わしは最初から御社台におったじゃろ。聞くかどうかはわからぬが、そこの泉の水を口になさるがいい。その泉の水には呪いを解く不思議な力があるのだよ。必ずしも聞くとは断言できんがの。呪いを解く不思議な力が泉の水にはあると。じゃあ飲みましょうか。おおお、馬が眩しい。綺麗なお姫様。お父様、見てください。ミーティアは人間の姿に戻りましたのよ。どうしたのお父様。まさかミーティアは人間の姿に戻った夢でも見てるというの。これは幻なの。あまりに突然のことで思わず言葉を失ってしまったわい。ちゃんと見えているぞ姫よ。トロデオが涙目だ。さあもっと近くに来てその愛しい姿を見せておくれ。お父様。おお、わしの可愛い姫よ。今まで馬車なんか引かせてすまなかった。つらかったろう。これからは楽をさせてやるかなと。いいえお父様、つらいのはミーティア一人だけじゃありませんもの。それにミーティアはみんなのお役に立てて嬉しゅうございましたのよ。姫はけなげじゃのう。どれ、わしも泉の水を飲んでちゃちゃっと元の凛々しい姿に戻るとするか。泣きそうになるシーンだなこれ。お父様。あ、うん、どうした姫よ。姫。ああ姫よ。また馬の姿に戻ってしまった。なんという悲劇。結局ぬか喜びだったのか。泉の癒しの力すらも効かぬとは。姫君にかけられた呪いはよほど強力なものらしいな。泉がダメなら残された手段はただ一つ。姫をこのような姿に変えたドルマゲスという道化師を探し出し倒すしかあるまい。呪われし姫君を救えるのはお主たちだけだ。辛いだろうが希望を失わず頑張るのだぞ。おお、風が冷たくなってきたようだ。わしはそろそろ帰らせてもらうよ。ミーティアは悲しそうな瞳で泉の水を見つめている。また一瞬戻るな。ただを込めてごめんなさい。どうしてもあなたにお願いしたいことがあったのです。少しの間だけですが、ミーティアはここの泉の水を飲めば人間の姿に戻れると分かりました。だから時々はこうして泉に立ち寄ってくれるとミーティアは嬉しく思います。お城にいた時のようにまたあなたとお話ししたいのです。お姫様とただの一兵卒というか一兵士の淡い恋で、そうすれば
ではこの忌まわしい呪いのことも忘れられますわ。いい声だ。あ、もう時間切れみたい。わしからも頼む。姫のたった一つのわがままを叶えてやってほしい。というかこれは命令じゃ。わかったな。よっしゃよっしゃ。では姫の気も収まったことだし、さらさら行くとするか。ん？おお、いかんいかん。大事なことを忘れておったぞ。おい、お主。さっきここで出会った老人こそ、サザンビークで聞いた西の森に住むローマ術師ではないのか。人違いでなければ、あの老人は魔法の鏡に詳しいはず。ここはぜひ家を訪ねて知恵を貸していただこう。了解しました。はい、というわけでなかなか内容の濃い感じでしたが、魔物の香水、よく来てくれたな。うん、わしに聞きたいことがあるようだな。クラビウス王から王家の宝である魔法の鏡をいただいただと。どれ、持っているのなら出してみろ。おお、これはまさに太陽の鏡。わしがサザンビークで触れたものと同じものではないか。しかしどうしたことだ。すっかり魔力を失っているようだな。おっと、説明がまだだったな。そなたが魔法の鏡と呼ぶこの鏡の真の名は太陽の鏡というのだよ。だが魔力を失っている今の状態では魔法の鏡とさえ呼べないがな。城にいる魔術師も鏡の魔力が失われたって言ってたでガスよ。それでじいさんに聞きに来たんでガス。鏡に魔力を宿す方法か。確か太陽の鏡は強い光を放つ呪文を受けてその輝きを増したとかつて聞いたことがある。強い光を放つ呪文、フラッシュ、フラッシュ、うん、どういう理由かは知らぬが、鏡から魔力が失われたのであれば、もう一度太陽の鏡である呪文を受けさえすれば、鏡は再び魔力を宿し、その輝きを取り戻すかもしれん。問題なのは、鏡を復活させる呪文はどんな呪文であったのかだな。輝きを増す呪文、輝きか。おお、そうじゃ。海流が放つあの呪文があったか。あの目くらましてきたやつか。この地の北に岩のアーチがかかった海峡があってな、そこに巨大な海流が現れると船乗りに聞いたことがある。海流の放つ呪文を受けた船乗りはあまりのまばゆさにしばらくの間目が見えなくなったそうだ。そ
それほど強力な輝きを放つ呪文なら、鏡に再び魔力を宿せるかもしれんぞ。しかし成功するか失敗するかは、鏡を使って実際に海流の呪文を受け止めてみないとわからんがな。というわけで話を聞いたわけだが、岩のアーチがかかった海流は、なんかこれ前というか結構前の、初めてこの西の大陸来た時の動画で海流と戦ってたと思うんだけど、ちょっと世界地図見るか。北アーチ、ちょっとどこかわかんないけど、それを次回やりましょうか。というわけでここまで、なんだっけ、まあ、砂漠のエリアも行って、このローマ術師の見つけて、泉の水でミーティア姫が元の姿を取り戻すとか見えたのと、一時的にしか戻れないから、まあ、ドロマジェスを倒さなければいけないと。で、ドロマジェスを倒すために、闇の遺跡行きたいんだけど、闇の遺跡の結界を解くためには魔法の鏡、まあ、正確には太陽の鏡の魔力を取り戻さなければいけない。魔力を取り戻す、太陽の鏡の魔力を取り戻すためには海竜、海の竜と戦ってまばゆい光を放つ呪文を受けなきゃいけないってことで、それは次回やろうと思います。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。次回このモチベーションにつながります。ではまた次回。 See you next time!